はい、ということで皆さんこんにちは、さおかしゅうです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ本日の動画でございますが、もうね背景からして皆さんお分かりだと思いますけれども、今日1月8日はですね、町田のエイトキックスさんというですねスニーカーショップにて周年イベントということで、まあ、僕はちょっとね私物持ってきて振り回らせてもらったりするんですけれども、まあ、ちょっとねあの掘り出し物のスニーカーの展示があったりだとか、あとはまあ新年会兼ねてね、ビンゴ大会なんかもやりつつというですね、ワイワイ Vlog をですねお届けできればなと思ってます。まあ、僕のねフリマは結構オンラインとか、あとは自分主催のとかではやってたんですけれども、このねリアルな場での開催久々でございますんで、ちょっと僕も楽しみながらワイワイしていきたいと思います。さあそして今回のフリマスペースこんな感じですね。もう超絶適当な感じに僕置いちゃってるんですけれども、まあこれもねガンガンディグっていただきつつですね、こちらにちょっと私物のねスニーカーなんかもずらーっと、並べてみましてですね、もうあの値段とかも適当です。はい、まああの欲しい人に届いたらいいなって感じでやらせてもらう予定ですね。さあそしてエイトキックスさんの方はこんな感じでね、はい、ボックスがずらりと羅列されてまして、どんどんね引き当てていくスタイルということで、まあディグディグしていただければなーという感じになってます。さあということでエイトキックスの皆さんよろしくお願いします。初売りからバンバン飛ばしているエイトキックさんでございますけれども、今日もいろいろ皆さんディグってもらってバイバイできればなということ でビンゴ大会もありますからね。じゃあ楽しんでいきましょう。イエーイ。ということで今日のお昼ご飯はサンズバーガーさんという町田のねハンバーガー屋さんにやってきたんですけど、これすごいボリューム、この握り拳より圧倒的に大きい、はい、バーガーが出まして、今日はこれをねエイトキックスのみんなと食べたいと思います。いただきます。うわーこっちうまい。うわこんな感じですか。うまっ。軽っ、うん、やばっ。あれ、ある？あ、これ特にいいよ、パンが。厚さがやばいですね、これ。やばい。すごい。もう。やばいですね、これ。超うめ。すね肉使ってらしくて、カロリーがすごく高いですよ。うわ、またベーコンすごいこれ。うまい。すごいね、これ。うわ、うまい。よかった。最高。100個完売したそうですね。しかもハンバーグ。またパンもめっちゃうまいですね、これ。うん、やば。うん。うまっ。話が変わる。さあどうなるのかね。頑張ってじゃあ8個ありますから。8個当たり前が8個あるんだよ。頑張って。ああもう出ました。23。はい、次いきますよ。はい、65。なんとここで45。いかない。おいかないですね、なかなか。
さあということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ちょっとねコンパクトな動画になりまして、まあ1日だけのねイベントでございましたんで、短めのね Vlog ということでございましたけれども、今回も本当に朝から晩までですねたくさんのお客様ご来店いただきまして本当にありがとうございました。キクさんもね改めて周年おめでとうございますということで、このね町田のキクさんはね、まあそのクルーの皆さんもめちゃめちゃ素晴らしいですし、何よりねやっぱり、ね、入ってくるスニーカーがねめちゃめちゃ面白いんですよね。でやっぱり本当にスニーカーが好きな方がやられているスニーカーショップということで、まあ、価格もね渋谷とか原宿に比べたら全然お手頃なものもありますし、まあ、モデルによってはね お店にお頼みしたら買い付けしてくれるようなですねスニーカーもございますので、まあ、何かねこう例えばちょっとこう古いモデルだったりだとか、なかなかいわゆるオンラインのね中古市場では見当たらないようなですねモデルで欲しいなというですねスニーカーがあったりだとか、あとはそういったものを探している方はですね、ぜひ一度ね、この町田のエイトキックス行ってみてください。非常にね、コンパクトなお店なんでございますけれども、もう人情味あふれる、かつですね、セレクトがもうめちゃめちゃ、面白いお店になりますので、僕もね、また、新しく入荷があったりだとか、まあ、足しげく通っていきたいなというふうに思いますんで、概要欄にね、お店の場所を載せておきますんで、ぜひ行ってみてください。でね、今回の Vlog、ね、イベントもめちゃめちゃ楽しかったんですけど、町田のサンズバーガーさん、めちゃめちゃうまいわ。やっぱりねアメリカとか行ってきて、それこそ本当にねハンバーガーっていっぱい食べてきましたけど、もうね今まで食べたことない、もう肉もめちゃめちゃジューシーで美味しいし、ベーコンもねこんなめちゃめちゃ極厚の、しかもねこうスモーキーな感じですね、非常に美味しいですね、ハンバーガーでございまして、僕はねベーコンチーズを食べましたけど、他にもねいろんなバーガーありまして、まあ期間限定のメニューだったりだとか、あとは夜はですねお酒を楽しみながらも、いただけちゃうというですねお店でございますので、これちょっと夜また飲みに行きたいだと。でウイスキーとかもねいいウイスキー置かれてたので、まあちょっとしっぽりやりつつですねアメリカ料理で飲むっていうのも非常にオツなんじゃないかなというふうに思いますんで、こちらもね概要欄に載せておきますんで、まあお近くの方ぜひ、まあ車があった方がね行きやすいと思うんですけれども、めっちゃうまいハンバーガーでございましたんで、まあなかなかねハンバーガーって本当にねチェーン店からいろんなお店ありますけれども、超うまいなっていうものに合う瞬間ってなかなかないと思うんですけど、僕はね今回めちゃくちゃうまかったんで、まあぜひ気になる方は行ってみてください。ということで1月はね結構イベント目白押しということでですね、一応来週のですね名古屋のスニコンもですね、行く予定でございますので、東海地方で名古屋のねスニーカーコン行く方はですねぜひ現地でお会いしつつですね、またね Vlog とかも撮ろうかなというふうに思いますんで、そちらもまたねワクワクしていきたいなというふうに思ってます。で個人的にはねもう2月にですねハワイに行くということで、もうハワイの準備をですねもう猛烈にしているところなんでございますけれども、なんかねハワイでおすすめの場所あったらもうバンバン教えてください。意外とねこうニューヨークとかロサンゼルスと比べるとですね、まあショップという意味ではなかなかめちゃくちゃあるって感じではないんですけれども、それこそキスがあったりだとかね、シューパレスとかフットロッカーとかそういったねスニーカーショップもありますし、その他ローカルでここいいよとかこう知る人ぞ知る的なものがですねぜひちょっと、今探しているところでございますので、ハワイに詳しい方はぜひ、そちらの情報もですね、コメントや、DM で教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie. じゃあねー。